んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、中間子の見捨てられたというひがみを直すです。中間子というのは一番上でも一番下でもない子供のことです。第一子のトラウマや末子のトラウマはすでに誘導瞑想を作りましたが、どの位置にいてもやはりメリットとデメリットがあるので、中間子にもデメリットがあるんですね。それは一番世話をされないということなんです。もちろん中間子ももともとは末子なんですけれども、次に生まれた子供が何年後に生まれたかということで末子度がどのくらいかというのが決まりますね。例えば自分が4歳の時に下が生まれれば4年間は末っ子だったということになります。ですぐ1年後に生まれたら1年間しか末っ子をやってないということになりますね。ですから中間子の度合いというのもいろいろあるんです。中間子は結局お母さんに一番世話をされないので、どうせ自分のことなんかいらないんだという見捨てられ感が強くて、それがひがみになるんですね。でもこのタイプの方は本当はいろいろ構ってもらうのがそれほど好きではないんです。妹や弟を見た時にはいいなと思いますが、本当は親にベタベタされるのがとても嫌いなタイプで、干渉しないでよっていうような人たちなんですね。だからそれを自覚すると中間子はとても生きやすくなるんです。そもそも中間子はあまり一つの場所にずっといるのが好きではないので、会社でもよく転職をする傾向にあります。そうすると収入的にもあまり高くないということになりかねませんから、これもほどほどにした方がいいですよね。もしあなたが中間子でなくても、例えば親がずっと働いていて自分はあまり世話をしてもらっていないとか、または兄弟の誰かが病気がちで自分よりもその兄弟の方を親が世話していたとか、そういう場合は中間子っぽくなります。ですのであなたも試しに聞いてみてくださいね。何か共感するところがあるかもしれません。この瞑想はいつものように6歳の自分をイメージして、そして目を閉じて聞いていてくださいね。では始めましょう。あなたはお母さんにあまり構ってもらえなかったって思っているんだね。お母さんはいつも上の子を大切にして下の子を可愛がったって思っているんだよね。そして自分はいつでも忘れられて、いてもいなくても気がついてもらえないということもあったね。それで寂しかったんだよね。見捨てられたような気がしたね。それで家を早く出ることを考えていたね。自分の居場所はここじゃなくて別の場所にある気がして、どこか遠くのことばかり考えていたね。大人の自分はあなたの気持ちよくわかるよ。どこにいても自分がよそ者のような気がしているよね。でもね、あなたは勘違いしているよ。あなたは見捨てられていたんじゃないよ。あなたは本当は自分の思い通りにやりたくて、人に構われたくないんだよね。妹や弟が世話されているのを見るとなんだか羨ましくて、自分にはあんなにしてくれなかったとひがむけど、本当はベタベタされるのは嫌なんだよね。逆にお母さんに構われたらうるさいなって思うよね。
そういう自分の性格を認識しなさい。だからあなたは見捨てられたんじゃないし、損してなんかいないんだよ。それにあなたは今だって一つの場所、一つの組織に集中するよりもあれこれ楽しみたいんだよね。つまり気まぐれなんだよね。だから結局上の子と比べて価値あるものが得られていないんだよ。それはあなたの好みで、あなたが選んでいることなんだよ。だからひがむのはやめなさい。形あるものを比べて自分は持っていないとがっかりするのはやめなさい。あなたが持っているのは人に邪魔されない時間、人に影響されない考え方、どこへでも行ける自由、そういう形のないものばかりだね。それがあなたが選んだものなんだよ。だからあなたは何も損をしていないよ。そして自分が選んだものに自信を持ちなさい。あなたは誰よりも自由で、誰よりも行動的だよね。そして自分の考えをしっかり持っている。大人の自分はそんなあなたが大好きだよ。堂々と自分の道を行きなさい。そしてそれを十分にやり終えたと感じたら、生き方を変えればいいんだよ。あなたにはそういう自由があるんだからね。大人の自分はあなたをとても愛しているよ。